流舌乱族、流舌乱族、流舌乱、アガーベ、アガベ、あるいは、アガベと表記は、流舌乱化の単子葉植物の分類群。100種以上が知られている。学名アガーベは、カール・フォン・リンネが、ギリシャ神話のアガウエーから名付けたもので、メキシコでは、マゲーとも呼ばれている。流舌乱族では208の種が知られている。メキシコを中心に、 米国南西部と中南米の熱帯域に自生する、他、食用、繊維作物、あるいは、観葉植物として広く栽培されている。和名に、ランとあるが、ラン化に近い植物ではない。また形状が、アフリカ原産のアロエに似ているが、アロエは、ツルボラン化の植物である。日本では、流絶卵があるいはアガベの両方で呼ばれることが多いが、 趣味家にとって、流絶乱とは、あくまで一つの品種のことを指すので、総称としては、アガベと呼ばれる。先が鋭く尖り、円にトゲを持つ、厚いた肉質の葉からなる、大きなロゼットを形成する。茎は、大半の種では短く太いため、根から直に葉が生えているようにも見える。気候や土壌にもよるが、一般に成長は遅く。 花を咲かせるまでに数十年を要するものも多い。100年、1世紀に一度開花すると誤認されたことから、英語で、センチュリープラント、センチュリープラト、世紀の植物という別名がある。花は、ロゼットの中心から、マストと呼ばれる背の高い家計が伸び、その先に短い筒状のものがたくさんつく。ごく少数の例外を除いて、基本的には開花、結実後に、 植物は枯れる一回結実性、一性植物である。種子による繁殖以外にも玉目を形成したり、茎の根元からヒコバエを密生することによって、新しい個体を増殖する。ある種の流絶卵の死樹に触れると皮膚がかぶれることがあり、症状は1から2週間ほど続く。外見上治癒した後も1年間ほどは、かゆみが再発することがある。 しかし乾燥した流舌卵の葉であれば、素手で扱ってもこれらの症状はほとんど現れない。流舌卵の一種。本来、植物の基本は葉に、ブチが入っていないものを指すため、流舌卵はこの、青の流舌卵のことを指すが、不入りの品種が日本に先に輸入されてしまい、不入り品種が、流舌卵という名前を先に取ってしまったため、基本種である、ブチなし品種があえて、 青のを前につけたた。呼び名となった数十年をかけ成長した後一度だけ花を咲かせ枯れてしまう。まず栄養成長期には葉を次々に出して栄養を貯めてゆく。原産地である熱帯地域では栄養成長期は10から20年にわたりその後開花する。日本では30の50年で開花する。開花期になると生殖成長へと切り替わり。 葉から花茎へと養分の転流が起こり、下の葉から枯れ始めると同時に花茎が急成長をする。花茎は1日に10センチメートルほど成長し、2ヶ月ほどで大きいもので、高さ10メートルにもなり、数千の花をつける。花は、下の方から咲き始め、それぞれの花では、おしべが枯れ始めると、めしべが成長するという樹粉に、根がある、成長形態であるが、メキシコでは、 蜜や花粉を食べる大コウモリが十分を媒介している。午後6時以降夜間に大量の蜜を分泌しているとの観測があり、コウモリの活動時間と合致している。また数千という多数の花をつけるが、結実するのは上の方の2から3割の花で、残りの花は人工受講しても結実しない。下の方の花は花粉をより多く供給するため、 また家計が折れた時などの保険として咲いていると考えられている。日本の植物園では、江ノ島サムエル国ング園、旧江ノ島植物園、神奈川県藤沢市に数十株が展示されている。近年では、星薬科大学薬用植物園、東京都品川区の栽培株が2018年7月に、話した。禁煙の種である。 流絶蘭族という家族は元記事が主に、メキシコ、米国南西部の乾燥地帯、多肉植物で葉の形、ロゼット状の形態など、類似点が多い。例外もあるが、主な違いは、以下の通りである。流絶蘭の葉、茎、花形、花は、花植物であり、植生のある乾燥地帯の先住民は、食料としていた。花及び花形は、 それぞれ数キログラムが収穫可能である。流絶卵の仲間では、買いかきになると、それまでの栄養成長で蓄えた澱粉の糖化が起き、大量の糖分を含んだ液体の転流が、家計に起こる。メキシコでは、戦死時代から、若い家計をそのまま、砂糖キビのように消費したり、家計を切り取って、切り口を掘りくぼめることで、この液体を集め、そのまま甘味料とした。 この樹液を煮詰めたものはアガベシロップあるいはマゲーシロップの呼び名で甘味料として利用される。この甘味料はクリセミック指数が低い甘味料として利用される。青の流絶卵やテキラ流絶卵等の樹液を発酵させたものがプルケで先コロングス機から作られてきた。また青の流絶卵やテキラ流絶卵等からは蒸留子も作れている。 樹齢数年から12年の家計を伸ばす前の段階で収穫支葉を切り除く。肥大化した茎の部分、葉を切り落とした姿がパイナップルに似ているため、ピーニャと呼ばれるのを重さは36から9キログラムになる。このピーニャを蒸し焼きにして糖化を引き起こし、これを絞っていた糖液をアルコール発酵させ蒸留したもので、メスカルという蒸留酒である。メスカルの中でも、 メキシコのハリスコ州テキーラで作られるテキーラは世界的に飲まれている。流舌卵のいくつかの種は歯から繊維を取ることができ、サイザルアサアロー繊維の取れる青の流舌卵、エネケンなどが知られる。縄は水を吸うと非常に収縮する。そのため、推理小説では殺したい人物の自由を奪ってその首に流舌卵の縄を巻き、数時間後に 雨が降ることを予測して屋外に放置し、アリバイを作るというトリックが用いられた例がある。観葉植物としても広く栽培されている。様々な不入りの品種があり、縁が白や黄色になったもの、葉の中心に根元から先端までブッチが入ったものなどがある。ヨーロッパに初めに持ち込んだのは、スペインやポルトガルの探検家とみられるが、人気が出始めたのは、19世紀に収集家が様々な。 種を輸入するようになってからである。大型のものは温暖な地域では路地上で栽培される。小型種は多肉植物として温室栽培される。これがアガベとして広く知られている。乾燥した葉は燃料として使用されたり、日本のかやぶきのように屋根を吹くのに使用される。乾燥した家系は柱などの建築材としても使用された。インドでは線路沿いに 生け垣として植えられている。乾燥して薄く切った家計はカミソリの皮と代わりになる。家計は管楽器のデジュリドゥの材料として非常に高い評価を得ている。また、葉を絞った液は泡立つため石鹸のように使われる。メキシコのインディオは流絶欄からペン、釘、針、縫い物や折り物に使う糸などを作っていた。以前は、 ユリカや、リュウゼツラン科、研究者によっては、ヒガンバナ科に分類されていた。2009年に公表された APGE の体系では、キジカクシカとされ、その中のリュウゼツラン赤に分類されている。リュウゼツランの仲間は、同一種内での個体変異が大きく、また、系統の不明なものや、野生種の変種も多いため、分類は難しい。ヨーロッパで栽培されている種の中には、 自然と異なる環境で何台も無生殖を繰り返したため、天然のいかなる種とも似ていないものが存在する。日本国内でよく流通しているアガベの流通名及び学名を以下に記載する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。